で続きまして、ワイルスの方のお話です。こちらの方では、ちょっと新しいことですけれども、マイワイファイテクノロジーをご紹介するとおりでして、ワイルスのテクノロジーですね、技術を使いまして、パーソナルエリアネットワーク、ファンの環境で、使う技術でございます。でこちらに書いてありますようなデバイス群が、現在接続できるものがありまして、携帯電話、カメラ、プリンター、それからプロジェクター、ゲーム機、いろいろなものが接続できると。でしかもこれが、ノートブックがですね、通常 の, そのインターネット回線をつながっている状態、Wi-Fi でつながっている状態にもかかわらず、こちらのデバイス群が同じ Wi-Fi で接続が可能になります。まあ、PC がハブのような形になって使っていただけるという技術です。まず一つ目のデモはですね、この携帯電話が、カメラについてまして、それを画像を撮ります。で、その画像を撮りまして、マイ Wi-Fi で接続されましたノートブックの方に、その画像を送ります。で、またそのノートブックの方に、同じくマイ Wi-Fi で接続されておりますプリンターですね。このプリンターの方にその画像を出力、いわゆるその印刷ですけども、出しますということをやります。はい、もう出ちゃったんですよ。あ、そうですか。あれですね。食べたらね、出てしまいましたから。写真は見られるんですか、ね、ちょっと、もうちょっと待ってます。ありましたね。はい。はい、こんな感じですね。はい、今、会場を撮りました写真がそのまま出てきました。ちょっとカメラで撮るとね、見にくいですけども、またセッション終わりましたので、またご覧いただけると思います。いわゆるその、今、マイ Wi-Fi は、Wi-Fi テクノロジーを使用していくつかのデバイスを同時に接続が可能になります。で、現時点では今8台まで、最大8台までのデバイスが、同時に接続可能になっていると、いわゆるインターネットの環境に接続している状態があるわけですね。で、その状態で、Wi-Fi モジュールって1つしかないんですけども、その Wi-Fi1 つのモジュールが、インターネットで接続しながら、マイ Wi-Fi 側の技術を使って、デバイスとも同時に接続できると。で、携帯電話の方がですね、Wi-Fi で、マイ Wi-Fi でつながったノートブックを経由して、インターネットの環境にアクセスすることが可能ですというのをちょっとご覧いただきたかったんですけど、出てます。出てます。あ、出ました。はい、これですね。でこれはですね、携帯電話は携帯電話の 3G を使っているわけではなくて、マイ Wi-Fi 経由で、Wi-Fi に接続しているノートブックからの、信号を取って今表示しています。でまたこちらの方もですね、プリンターの方に、出力ができるということになります。プリントしてるんですか？いや、見てるページでアップルが。あ、そうですか。あ、アップルの方に先行っちゃったんですね。はい。次はインテルのページが出ますので、インテルのページが出ましたら、プリンターの方に送りたいと思います。出ましたね。はい、インテルのページが映ってまして。はい。では、2つ目のデモの方に移りたいと思います。今度はちょっと楽しいデモになりますけども、はい。台の方に乗っかっている白い物体があると思いますが、それではちょっとカメラの方をまた切り替えてもらっていいでしょうか。今度はですね、上手側の方をパソコンの方の画面にしてください。そうですね。はい、移りました。向かって右側の方になります。こちらの方のパソコンが今度は、マイ Wi-Fi で、動かしますそのパソコンの方ですね。で、今度お見せしますデモはこの白い小さい、物体ですけれども、自走式、自分で動くんですね。モーターがついて自分で動きまして、ウェブカメラの機能を持っています。で、これをですね、制御して、画像を、映すと。今丸い画面があると思うんですけども、あそこにその、実際のカメラで映っているものが映っていますね。はい。で、動画と静止画両方とも撮れるんですが、それをですね、画像をキャプチャーした後に、マイ Wi-Fi のパソコン経由でインターネット回線上の方の公開されているブログの上にアップロード画像をしたいというのをご覧いただきます。こんにちは、プレスの皆さん、私はネットダンサーウィグです。喋ってますね。写真を撮ってブログにアップロードするデモを見せします。ね、私が説明するまでに自分に喋ってるみたいですが、
パートナーを開始します。ブログを投稿します。タイトル、文章を編集し、投稿ボタンを押すと投稿します。3、2、1、はい、実左側の画面の方ですね、現在 の会場のやつですね、実際のインターネット上にありますブログのページの方にはどういうことが完了したということで、前Wi-Fi とインターネットの回線が、パソコンを、ハブにしまして接続するというデモの方をご覧いただきました。小田さん、どうもありがとうございました。